オックスフォーディアンは国際創除委員会によって定められた地質学用語である地質時代名の一つ。1億6350万年前から1億5730万年前に当たる後期ジュラ紀の最初の期である。前の期は中期ジュラ紀最後のキカロビアン、続く期,期は後期ジュラ紀2番目の期キンメリジアン。なお、オックスフォード外。 オックスフォーディアン街という名称があるが、これらは時代を示すものではない。街は、地層に対して当てられる単位であり、僧女名、オックスフォード街、オックスフォーディアン街と、時代名、オックスフォード期、オックスフォーディアン期は、対応なす関係である。周期的に変わるオックスフォーディアンの石灰岩と、泥街道、粘土層。スイスのジュラサン脈タバネスのペアリー・リッキネットにて、 オックスフォーディアン・キザハシは1815年頃に、ウィリアム・スミスにより、硬い粘土と、結案、1818 18年にダブックランドにより、森あるいは沼地の粘土と表現された。1844年には、アルシド・ドルビニが論文中で、オックスフォーディアンという用語を正式に導入した。オックスフォーディアンという名称は、イングランドの都市オックスフォードから派生したもので、 オックスフォードでは断層がよく卓越している。ただし、オックスフォーディアンキザハ橋は、オックスフォードにとどまらず、同セットからヨークシャーの海岸までほぼ連続して露出し、一般に低く広い谷を形成している。特に、ウェーマス、オックスフォード、ベッドフォード、ピーターバラ、スカーブラで、露頭が顕著である。オックスフォーディアン木の岩石は、イギリスのウィグやスカイシマでも産出する。 富山県ア峰ミネ地域に分布する、テッドリ総群アリミネ層が、オックスフォーディアン外に相当し、アンモナイトやベレムナイトが産出する。また、テッドリ総群のヤンバルザカ層もオックスフォーディアン外に相当する。バトニアンからオックスフォーディアンにかけては、改心が起きており、福井県クズ地域のカイザラ層とヤンバルザカ層、富山県のア峰ミネ層はその改心期にあたる。 ヤンバルザカ層はカイザラ層やミタラシ層で見られない三角貝が産出する。福井県大野市に所在する泉郷土資料館では2018年7月20日から11月4日にかけて同館が所蔵する後期ジュラキの化石の企画展が開催され、オックスフォーディアン期のアンモナイト化石が初公開された。ありがとうございます。